はい、皆さんこんにちは。なんとマイクロソフトの Teams にね、待望のブレイクアウトルームが実装されたということなんで、早速ね試してみたいかと思います。で、 Teams の会議を立ち上げると、ここですね、ここにブレイクアウトルームというのがあります。これをクリックしてあげます。そうすると会議の設定ということで、これブレイクアウトルームは全部で最大50まで作れるそうです。で、参加者の割り当て方法は自動と手動があります。今回はこの自動と手動、まあ、両方ね試してみたいかと思います。アウトルームの自動振り分けいきます。はい、で、これ3部屋に振り分けてみますね。はい、ではブレイクアウトルームいきます。自動でこれを3つの部屋に振り分けます。はい、で、会議室を作成します。はい、で、そうしたならば、ですよ。はい、会議を開始して、ここから10カウントダウンが始まるそうです。はい、それでは開始します。はい、会議開始。はい、カウントダウン始まりました？まだ始まってない。始まってない。あ、始まった。始まった。はい。カウントだ。はい、で、これで、いってらっしゃい。これね、主催者は入れる？あ、ミーティングに参加できた。主催者もミーティングに参加。じゃあこの2人のところに入りますね。それで、ここで、で、ミーティングに参加で、この2人のところに入ってきます。あ、こんにちは。あ、お疲れ様です。はい、今入ってきました。これなんか自由に行き来できるみたいなんで、はい、他ちょっと入っています。はい、行ってらっしゃい。それではまた失礼します。また、あ、これで再開で戻ってくるんだな。再開で、あれ、もみ先生戻ってきた？あ、一回戻ってみました。はい、ちゃんと戻ります。ここをクリックしてアナウンス作成で、あと1分で閉じます。とかで送信、そうすると皆さんに行くわけですね。ブレイクアウトルームを終了します。はい、メッセージ来ましたか？あ、来ました、来ました。はい、残り1分です。あれ、残り1分っていうのは自動的に立てるんですか、それとも、こちらで言いました。多分これなんか残りの時間の制限の機能はできない、できなそう。あ、やっぱそうなんだ。はい、それでは手動で割り振ります。手動で2部屋にして、2部屋にして、手動で会議室を作成しています。はい、で、ここのブレイクアウトルームをもう一回クリックして、参加者割り当てですね。で、この上の半分を、ルーム1に割り当てます。それで半分をルーム2に割り当てて、それで会議を開始します。はい、いってらっしゃい。はい、閉めて、カウントダウン出てるかな。10秒後、そうそう、出てますね。はいはいはい、はい、これでいっていけると思います。またアナウンス流しますね、終了の時に。はい、これで、お、これでいった。あ、これでいきました。はい、これ自分一人ぼっちだな。そしたらば、これで他のミーティングの参加できるんだな。参加します。はい、ください。さっきもう一回押したら、それはここに人が残ってたらってことですか？だと思います。だからこれ戻るを押すと、はい、メインの会議の、でもメインの会議って誰もいないですよね、きっと。ちょっとじゃあ私も戻ってみます。あ、僕も、あ、いや、僕もこっち来たので、メインは今誰もいません。ちょっと戻ってみていいですか？はい、どうぞどうぞ。ダメだったら戻ってみます。え、誰もいなくなっちゃう。え、自分いますよ、自分いる。本当ですか？あ、星野先生が残ってた。はいはいはい、はい、あ、みんな戻ってきた。あれ、あれ、え、これでも戻ってくるのかな。あ、戻ってこれるんだ。だから、おー、大丈夫です。ルームに先生がいないから、アンドル先生がいないときは保留中になるんです。あ、そうなん、あ、なるほど。自分が
なるほどね、分かりました。じゃあ、ないから向こうの世界は保留中になってる。ちょっと待ってくれと。で、俺が戻るまで待てってことなんですね。そう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 。はい、じゃあ今度は向こうでじゃあ待ち構えてますね。はい。はい、じゃあ このルーム1出るにどうしたらいいのこれ。戻る。戻るってどこにあるのこれ。再開か。あ、これね、自分の場合にはね、再開なんですよ。再開で戻るぞ。はい、じゃあ戻ります。保留だから。保留に対して再開。はい。じゃあ再開します、僕。はい。あ、こうなるんだ。ああ、管理者はこれ再開で元に戻るんだ。あ、戻ってきました。はいはい。あ、本当だ。あ、でもミーティングに参加ってあるからまたそっちへ戻れるってことですね。戻れるんですね。これルーム2には入れないんですね、もちろん入れないんですね。はい、そうですね。一回ミーティングに参加、もう一回戻ってみますね。はい。あ、こうなるわけだ。で、これで、あ、なるほど、自分がいると保留中にならないわけですね。うん、うん、で、これいいっすね。うん、これいいね。司会者が、はい、いて、で、そうですね、戻ってきてください、話してください、終わったら戻す、はい、みたいな。はいはい、これでみんなに言ったかな、アナウンスが言ったと思います。はい、それじゃあ会議室を終了します。はい、あ、これで戻ってきましたね。はい丸井先生の息子さん面白い。味をしましたね、はい、皆さん、はい、メッセージのことですか。クイックメッセージとかはこのように Teams の方に個別に来ます。 Why とか Help me とか、あとはテストメッセージっての送ってくれましたよね。はい。これがクイックメッセージで、こちらで見ることができました。あとはルーム1、ルーム2、ルーム3で、それぞれのこのメッセージが、これ Teams の方で見れるので非常に優秀です。各グループのやりとりが見えるってことですよね。はい、そうですね。各グループのやりとりが、このようにできるので、これはすごく優秀な点だと思います。はい、で、Google Meet の場合にはこれ Google シートでログが残るんですよ、一つ一つ、うんうん、だけどこの Teams の場合にはこんな風に Teams の方のチャットの方にそれぞれのグループだとか、クイックメッセージの場合にはその人から直接メッセージが自分のところに来てます。大ギャラリーってあるじゃないですか。大ギャラリー、はい。ってなかなかこう当たったことないですけど、ん、今のこのメンバーの数だったら大ギャラリーにはならないですよね。大ギャラリーってどれ。大ギャラリー、大ギャラリー、大ギャラリーってある、できる。あと先生で大ギャラリーになると、はい、一番のメリットは自分が一緒に映るんです。あ、なるほど。Teams の文句言われる一番のパターンは、うん、はい、自分がね、自分が映らんと。はい。あ、なるほど。本当だ。大ギャラリーは自分が映って、ギャラリーは自分が映らないというモードなんですね。え？完璧ですね、これ。完璧ですよ。うん。これできたら別に Zoom でやる必要ないから。はい、そうですね。いや、ズームの時間制限がなくなるから。はいはいはい。あ、スマホの画面ってこんな風になるんだ。え、あ、自分の後ろに、自分の後ろ消して、スマホの画面ってこうなるんですね。はいはい、いかがでしたでしょうか。これね、自動と手動2通りで、これ自由にブレイクアウトルームを、まあ、移動できるという機能がないのは残念なんですけど、まあ、とりあえず、Zoom、それから Google Meet に続いて、Teams にもブレイクアウトルームが実装されたということなんで、まあ、今後は楽しみです。はい、今回はここまでです。それではまた。じゃあの。